皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林東と申します。本日はですね、前半は海外のですね、いろんなアウトドアギア関係の商品をご紹介するサイトをご紹介させてきまして、後半のニュースのセクションではですね、コロナウイルスの影響でエコノミーが今後どうなっていくのか、これについてですね、ちょっと書かれているサイトがありますので、こちらの方を本日はご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味がある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんが画面に見ているのはですね、ギアパトロールというサイトでございまして、主にですね、様々なアウトドアのギア関係の商品をですね、紹介しているサイトになりまして、これもね、非常にアウトドアとか、そういう何かを好きな人っていうのはですね、面白いサイトなんではないかなと思いますね。はい。こういうチャークのね、バーベキューグリルの紹介だったりとか、いろいろといろんな商品の紹介があります。はい。ここからね、またいつもの用意ですね、面白い商品を見つけていけばいいと思います。ここのね、ハンバーガーみたいなこうアイコンをクリックするとですね、そういうフィットネス、ステックとか、ウォッチとか、そういう感じでいろいろと、いろんなカテゴリーを見ることができますので、これだけでもね、かなりいろいろ役に立つんじゃないかなというふうに思います。はい。これもね、いつもの通り、いろんなね、イノベーティブな商品が紹介されてますから、それからですね、商品を検索していきながら、メーカーのサイトにたどり着いていってほしいなというふうに思います。はい、これもですね、下の方にリンクを貼っておきますので、下の方から見てみてください。ではですね、本日のニュースの方に行きたいと思います。The Coronavirus Economy, How Bad It Will Get。コロナウイルスでビジネスの影響がどれぐらいまで悪くなるのかということなんですけども、この Don't count on a vaccine to save the world economy。ワクチンを期待してね、ワクチンが世の中の経済を立て直してくれるというふうに期待するのはやめましょうということですね。In the early months of the coronavirus crisis, policy makers hoped for the V-shaped recovery that the pandemic could be knocked down or suppressed, allowing economic activity to bounce back quickly。コロナウイルスが始まった当初の頃、3月とかぐらいっていうのはね、一気にこうね、落ちてきた経済もね、またこう V 字で復活をするというふうに読んでいたんですけども、現在のところはそういうところはあまり見られないと。Today's as countries around the world face a new surge in the infections and contemplates the possibility of new, probably localized lockdown, may economists expect things to get worse before they get better。今ね、皆さんが人々活動し始めてですね、第2波でなって、ロックダウンをまた再度始めた国もありますけども、今後ね、もっと悪くなるというふうに言って、歌っておりますね。If you certainly feel like a depression, said Albert Edwards, the notoriously bearish statement at the investment bank division called Sohi Fuo, who became famous for forcing the 2008 global.専門家の方もですね、今後もうちょっとまだ、見通しが、今まさにね、世界恐慌の時のようだみたいな感じで比喩をしているわけですけども、非常にね、まだまだこのスランプが、ね、回復するというふうには、あまり皆さん見てないですね。はい、で GDP もかなり落ちてますから、そういったところね、こういったマーケットの様子をね、日々こうやって見ておくとですね、今後、一回株価がどのように推移していくのかっていうのをですね、いろいろと、見ることができると思ってます。でやっぱりね、私もいつも言ってますけども、これだけの人が失業にあってですね、一部のこの GAFA と含めたようなテック企業は伸びてるんですけども、その他の多くの小売レストランとかっていうのはですね、ほとんどがもう瀕死の状態になっております。そんな中でですね、どっかで幸せが来ると思いますので、今後ね、やっぱりこう株価が非常に不安定になってくるっていうのはですね、このまま上がり続けることがないということをですね、私は見ている感じではありますけれども、今後ね、どうなっていくのかっていうのをね、引き続き見ていきたいなというふうに思います。はい。で、フランスとかも今今後、なんかかなり多くの給付金みたいなのを国民に出してですね、経済を活性化するということを言っておりますし、日本もそうですけど、やってますけれども、そういった政府が補助を出して、ビジネスを立て直していくっていうのはですね、今どの国も結構やっているかなというのは思います。はい。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていれば、ぜひいいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、Twitter の方もですね、こちらの方からぜひフォローしていけると幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは、本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching, and I see you guys tomorrow. Bye!